と、危ねえ。じゃあ、さっき進めなかったドアの前までカットします。はい、来ました。上の目みたいなスイッチは、フックショットでは起動できないので、今は放置です。この廊下ねじれてるよー、ということで。なんかちょっと平行感覚がおかしくなりそうですが、動画を視聴する際はお気をつけください。来ましたね。上から降りてくるモンスターの影に気をつけてと。でもね、こいつ倒すとね、いいお金を落とすんですよね。一回倒そう。はい。丸い影がリンクのところにつきましたね。はい。今のやつはフロアマスターって言ったかな。あいつ、丸い影が出てきた時に、落ちてきてそのまま掴まれてしまうと入り口まで戻されるのでとてもめんどくさいです。ただ倒すと今みたいに大量のルピーを落としてくれるので、お金に困ってる方は倒してみてもいいでしょう。こんなところに宝箱があるよと。めちゃくちゃ豪華な宝箱がありますが、あれはまあ、見ての通り取れないので、今は放置。黒い絵の中に赤い幽霊いますね。で、これこの神殿の入り口にあったのと同じ食材ね、というわけです。来た、ここなんですよね。ここがちょっと厄介。まあ、こいつはまずダメージを食らわないように頑張って倒しましょう。あいつの剣なかなか範囲が広いですね。剣を振ってきた時に避けるんだったら爆中かも。 OK。 第1段階は普通に倒せばいいんですけど、第2段階がちょっと厄介。僕は面倒なので、あえてお見せしたりはしないですけど、ハートの減りが早いんだよな。ちょっと待ってくださいね。今4回切った。これぐらいにしておきましょう。今僕が攻撃の手を止めたのは理由がありまして、何がめんどくさいってこいつなんですけど、1体目を倒して2体目に時間をかけていると、もう1体が復活して無限に戦うことになっちゃうんですね。だからさっき僕が言ったダメージ計算、12の HP をどうやって削るかっていうので、相手が何回切れば死ぬか覚えておいて、片方に半分かもう少しぐらいのダメージを与えたらもう片方を倒し切って、で残りのダメージを与えておいた片方を倒すみたいな、そういう流れでやらないと、フル HP のやつを一体残してってなると、さっきみたいにというか、縦で結構倒すまで時間がかかってしまうので、そういう調整の仕方が必要になってくるってとこですね。はい、というわけで、妖精の弓を見つけた。これね、これが森の神殿での大本命アイテムみたいな感じですかね。大人の、なんでしょう遠距離攻撃セットが揃ったみたいな、そんな感じです。それでコンパスがないからどっちから来たか、へっこんでる方が確か来た方だったかな。先にこっちから行きましょう。それと
先ほどからなんですけど、ディスコードの通知音がたくさん入っております。ご了承ください。で、これは弓じゃないとね、ダメなんですけど。あ、ここじゃダメか。もうちょっとこっちの絵に近寄りつつの、こっから狙わないとダメかな。ちょっと距離を置かないと、弓を構えた時に逃げられてしまうので、まあ、ちょっと離れた位置からですね、こうやって、弓矢で絵を撃ち抜く、これが必要になってきます。Z 注目をしないのは、あれです。消えられちゃうからですね。一回攻撃したらあといいのか。なかなか隙がないですね。隙がないっていうかな。こいつも HP 的に言えば12ぐらいだったかな。もうちょっと死ぬと思うんだが。はい、というわけで1体目の火を奪った幽霊倒しまして、この食材に火がついたってことはひょっとして、目の付けどころがシャープだね。というわけで、続きやっていきましょう。さあ、また似たようなところに出ました。この位置からなら大丈夫か。いけるね。で、ここから上が狙えるはずだから撃って、で、最後逃げられることはないからここで撃つと。はい、青い幽霊来ましたね。まあ、やっぱ相手が部屋の真ん中ぐらいにいるように。あ、めんどくせえ。きな、何も攻撃してこなかったな。これやられるとめんどくさいんだよな。あんまり近づきすぎない方がいいか。この幽霊の体力は僕12ぐらいだと思ってたんですけど、さっき赤い幽霊倒した時確かあれでしたよね。最初の一撃は普通に剣を振って切って、最後の2回はジャンプ切りで倒したから、だいたい僕の計算でいうところの9か10かそんぐらいって感じですかね。こっちじゃなかった。まあその辺は新しく知ったところであれなので、まあまあ先を急ぎましょうといったところ。ああ、はい、上から降りてくるモンスターの影に気をつけてと。ここにもフロアマスター出ますね。でも大丈夫か。 OK。この緑のやつはこっちに突っ込んでこないので安心。あれ小さな鍵一つ取り逃してたかな。ちょっと探してきます。ここだここだ。忘れてました。小さな鍵はまた別のところにあったと思うんですけど、まず弓矢を手に入れて目玉スイッチが起動できるようになったので、まずは廊下のねじれを直して、こちら、はい、ボス部屋の鍵、こ
これは手に入れておかないといけないやつですね。あとこの部屋からだったかな、この部屋からだったかな、ここか。これは早く戻るためのとこだと言って、この野郎、ここはあれか、ショートカットルート的な感じか。まあどうせ先に進むためにはもう一回目玉スイッチを起動しなきゃいけないんですけどね。これがどこに出るかというと、上の方。まあこういうめんどくさいやつはサクッと処理しちゃいましょうねということで。あーハート、まあいいか。次行くべきはどっちだったかな。いや、こいつは一回あれなんですよね、緑色になっちゃったら一回ガードしないとそれが溶けてくれるまで、それが溶けてくれるまで無敵状態なので、突っ込んでくるのをガードして切りましょうって感じですね。で、これが鍵？鍵？なるほどね。順路通りに行けばちゃんとぐるぐる回る必要なくっていう感じか。で、ここに出ます。ちょっとじゃああれかな、目玉スイッチを起動してさっきの青い幽霊を倒した先の部屋、そこまでカットします。はい、来ました、新しいとこ。ここはですね、目玉スイッチがあるんですけど凍っちゃってるんですね。なのでどうするかというと、パチンコにはなくて弓矢にある特性、これを使う。はい、これでそうですね、弓矢の松明でいいのかな、燭台の炎越しに弓矢を撃つと矢が炎をまとうようになるので、それでギミックを解除できるというのは覚えておきましょうといったところですかね。松明の方に火をつけることもできます。で、これは迷わずここに行っちゃっていいんだな。よいしょ、ここがちょっと難しい。こっちはなかったっけ。こっちは、ああなるほどね、元いたところに戻るって感じですかね。ドアイス気をつけて、天井が落っこちてくるよということで、天井が落っこちてきます天井が落っこちてきますって。ただ倒せるやつは倒しときましょう、めんどくさいんで。一回天井、これ先に進んじゃうとあいつら倒せないんですよね。あ、照準が合わないな。面倒だ。行っちまおう。はい。あのスイッチのところはまず大丈夫と。ドン。あ、ダメか。パッパッパッパ、痛えな。ここのとこは確か大丈夫だったな。
ああ、矢のタワー。まあ嬉しいですね。はい。で、ああ、緑の。このギミック結構好きなんですよね。えい。まあ単純なもんですけど、絵合わせパズルですね。何回押すとどんぐらい動くっていうのは覚えておいて損はないでしょう。ちなみに3回動かすと、1ブロック分ちょうど動くっていうのを覚えておきましょう。で、これはそのまま押すだけか。割と時間には余裕があるので、この間違ったブロックをどかす手間はあるんですけど、さっきみたいに、3回動かすと1ブロック分動きますっていうのを覚えておくと、こういう風に、最小手数でいけるって感じ？で、あと押すだけですね。割とギリか。はい、OK。で、こいつが現れたんで倒しまーすと。ちょっと試してみようかな。妖精の弓これ、ダメージ的にはマスターソードと確か同じだから、僕の中では、ダメージ2っていう風に認識しております。これで 6?これで8。もう一発で沈めば HP は10ってことになるかな。ああ、まあ、やっぱ HP は10ぐらいですね。はい。じゃあ行きましょう。はい、これで、3つ炎がと、3つ炎が灯って、最後の一体、待ってくれてますね、あそこに。いやー、どうも。はい、分身しました。フックショットでも倒せるんですけど、剣は確か届かないようになってると思うので。これ4体に分かれてますけど、今見分け方分かりました？現れたところよく見てみてください。こいつですね。自己主張が激しいのか分かりませんけど。現れた時にくるっと1回転したやつが本物。まあ、専用 BGM っていうかボス BGM があるだけあって、タフですね。さあ、来ました。これで、神殿が元の正体に戻ったというかね。奥の方まで行けるようになりましたと。で、これは、どうしよっかな。ちょっとやりたいことがあるにはある。ここにも黄金のスタルジュラがいるんでね、それを取っていきましょう。ただこれは、あれです、二つ穴っていうか、動かすところが、ん行けるところが二つあって、一マス動かすたびに、いちいちチェックしていけば、取り逃し的なものはないと思うので。まあ、ちゃんと行けるところがあるかないかは、調べていきましょう。これで最初に見えてた二つの、鉄格子は開いたので、あとは、正解の道ともう一つ余分な道っていう感じなんですかね。よっと。ハート助かる。ああ、矢の束か。
まあでもここのボス戦でも矢は使いますからね。矢を使わなくても倒せるらしいんですけど、矢の方が手軽なので。アイスタルチュラも集めて、もう一つ動かせばあれかな、元に戻るかな。ああ、なるほどね。順番に全部動かしていかないと。あ、でもこっちの部屋、あ、行ったか。大丈夫か。さあ、というわけで、物々しい格子がありますが、これがボス部屋。いやー、緊張するなー。こいつ苦手なんですよね、僕。特に、第2段階より第1段階が。まあ、妖精は僕2つ持ってきてるので、ゲームオーバーってことにはならないでしょうけど、面倒なんですよね。さあ、同じ絵がたくさんあって何もないですね。帰りましょうか。まあ何もないはずないんだよな。次元悪霊ファントムガノン、いやーかっこいいよな。かっこいいですよね。さあ、というわけで弓を構えときましょうか。この絵の中で向かってくるやつが2つあるんですよね。やべ、よいしょ、危ねえ。絵の中で2つだけこっちに向かってくるガノンが見える絵があるんですけど、そこに向かって構えておいて、当たんねえ。くそー、これだから苦手なんだよな。ロックオンできるようになってから撃つだと間に合わないことがあるんで。よし、 OK。あと昔は僕テレビでやってたので、しかもブラウン管のテレビでモノラルのサウンドだったからわからなかったんですけど、あの音がするんですよね、こいつ。ちゃんとヘッドホンでやってると音が大きく聞こえる絵があるんですよ。こっちか。これで第1段階終了。個人的には1段階目の方が苦手だから助かった。 OK で、こいつは砲弾を飛ばしてくるので、それを弾き返すことで、ひるむので、その間に切ると。 OK、 今回スムーズじゃん。どうしたの。おとなしいじゃん今回。どうしたの。ああ、どうしたの本当に。倒しちゃうぞ。おお、今のパターンは初めて見た。あんな攻撃してくるんだ。この年になってそんな初めて知ることがあるとは。これなんですよね。HP が減ってくるあいつは、跳ね返した砲弾をさらに跳ね返してくるので、こんな感じで。あら、今のラリーもうちょっとやるかと思ったけど、結局ラリーは一回しかやらなかったな。でも新しい攻撃パターン見れたから幸せだな。小僧なかなかやるな。少しは腕を上げたというわけか。だが貴様が倒したのは所詮俺の幻影に過ぎる。俺と戦う時はこうはいかんぞ。それにしても不甲斐なきやつ、次元の狭間に消え去れ。
というわけで以上、ファントムガノン戦でした。これで森の神殿はクリアですね。ありがとう。あなたのおかげで賢者として目覚めることができました。私はサリア、森の神殿の賢者。きっとあなたが来てくれると信じていたわ。だってあなたは。うん。何も言わないで。あなたと私は同じ世界では生きていけない運命だもん。サリアは森の賢者としてあなたを助けていくの。さあ、このメダルを受け取って。森のメダルを入手した。サリアは賢者として目覚め、勇者に一つの力が宿った。サリアはいつまでもあなたの友達だからね。あの日、小霧の森を初めて出た時、オカリナをくれたサリアが言ってくれたのと同じ言葉ですね。僕、デクの木の子供です。君とサリアが森の神殿の呪いを解いてくれたから僕、生まれることができたです。本当にありがとうです。この陽気なね。昔の仲間にはもう会ったですか？みんな大きくなった君に気づかなかったですね。コキリ族は大人にならない民族。7年経っても子供のままです。それじゃあなぜ君は大人になったのか知りたいですか？気づいてるかもしれないけど、君はコキリ族じゃないです。本当はハイリア人なんです。いつかその秘密を話すこと、それが僕の役目だったんです。まだハイラル王がこの国を統一する以前、激しい戦争があったです。ある時、その戦火を逃れて、ハイリア人の母親と赤ん坊が禁断の森に逃げ込んだです。深い傷を負っていた母親は森の精霊デクノキに我が子の命を託したのです。デクノキはその子を見たとき、世界の未来に関わる宿命を感じ、受け入れる決意をしたのです。母親が息を引き取った後、赤ん坊はコキリ族として育てられ、ついに運命の日を迎えたのです。君はハイリア人の子。いずれこのコキリの森を出ていく運命だったのです。そして自分の宿命を知った今、君にはやるべきことがあるのです。そう、このハイラルを救う使命が。サートワイス、すべての神殿の呪いを解き、平和を取り戻すのです。というわけでこの、妙に明るいデクの木の子供が生まれたことで、本当はコキリの森のこの辺りデクババっていうやつが、バッコしていたんですけど、コキリの森からは魔物がいなくなって平和になったのかな。ああ、なりましたね。平和に。で、まあ、コキリ族も家に引きこもってたんですけど、外に姿を見せてくれるようになりましたと。はい。というわけでね、今回はここまでとさせていただきます。今言われたように、すべての神殿の呪いの解き、ハイラルを平和にするっていうのが、まあ、目標として掲げられましたね。で、まあ途中までは子供時代に行ったダンジョンの順番で行けばいいので、次はゴロンシティ。
火の神でですね、そちらの方からやっていきたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。失礼します。